バトラー君、そっとしてあげなさい。バトラ君は強いわね。もうだいぶしっかりしているように見えるわよ。まあそのほら、愛の深さが傷の深さじゃないっすか。俺は別にあんなクソ親父どうしのほうが知ったことじゃないし、キリエさんは気の毒ですが、まあ本当の親ってわけじゃないですしね。あら、という割にはさっきすっごく大泣きしてたわよ。まあ育ての親に対する恩はあのくらい泣けば OK かと思いまして。そのあたりの切り替えの速さやドライなあたりは本当にルドルフ譲りね。あの子は昔から激しく喜んだり悲しんだり怒ったりしたけれど、すぐにケロリと平静を取り戻したわ。そんなことはないっすよ。俺だってまだまだ心のショックから立ち直れちゃいません。ただ俺がみんなと違うのは、それによってどういう感情が生み出されるかってことだと思います。どういうこと？悲しいっていうよりは腹立たしいって気持ちなんすよ。どこのドイツがこんなことをしやがったのか。ひよこっつらに一発お見舞いしてやらないことには腹の虫が収まらねんです。親父たちが殺されて以降、この島は台風に包まれたままです。つまりこれだけの上等を決めてくれやがった野郎はまだこの島の中にいるってことです。そういうことになるわね。今も暗い森のどこかに身を潜めているのかしら。エヴァおばさん、この殺人、昨夜のベアトリーチェの手紙と何か関連があるんでしょうかね。ああ、例の、さあどうかしらね。あの手紙はお父様が遺産問題に絡みたくて出した怪文書という見方で兄弟は一致したんだけれども、それと今朝の事件に関係があるかは今の段階では分かりかねるわね。あの手紙、本当にベアトリーチェなんて魔女がマリアに渡したんすかね。まさか、全部お父様の仕組んだ茶番でしょ。シャノンちゃんあたりに
肖像画のドレスを着させてマリアちゃんを騙したんでしょ。お父様らしい手の込みすぎたいたずらだと思うけど。ゆうべキリエさんとベアトリーチェは実在するんだろうかって話をしたんすけど、キリエさんも俺たち18人の中にベアトリーチェがいるだろうと言ってましたね。そんなの当然じゃない。この島には私たちしかいないのよ。なら私たちの中の誰かがベアトリーチェを語ったに決まってるじゃない。この島には俺たち以外はいないすか。当然でしょ。私たち以外の誰がここにいるっていうの。この島には私たちしかいない。18人しかいない。ならベアトリーチェを語るのも18人の中の誰かしかいないじゃない。19人目がいないなら親父たちを殺した犯人も18人の中にいるってことになっちまうじゃないですか。つまり今この屋敷にいる誰かが殺したってことになる。倉庫の中に6人の遺体を運び込んだわ。でもよく倉庫の中に運び込めたわよね。あのシャッターは常に閉められていて施錠されていたそう。つまり倉庫内に運び込むにはシャッターの施錠を開ける必要があった。わかる。たまたまその日シャッターが開けっぱなしになってた可能性は。使用人たちは常に閉めていると言ってたわ。つまり鍵を使用人室から持ち出さなくては倉庫は絶対に開けられない。鍵は使用人室の一つしかないんすかね。ゲンジさんはそうだと言ってるわ。ということは犯人はそのたった一つの倉庫の鍵のありかを知っていて持ち出した。さっきカノン君が使用人室に鍵を戻すところを見たわ。壁にびっしりと鍵がかけられていて、とても素人にはどこに何がかけてあるのかわからなかった。犯人はその中から倉庫の鍵を見事選び出したの。しかも札も何もついていない鍵を手にしてバラ庭園裏にある倉庫の鍵だと理解した。ついでに言うと倉庫の場所すら理解していた。もっとはっきり断言するわ。犯人は使用人室の内部にも熟知している。
ってことは使用人の誰かが犯人。悪いけどそれ以上はおばさんも言えないわよ。でも一つだけ教えられることがあるわ。なんすか。犯人、犯人たちは複数で、そして十分な武装をしていたと考えられる。だってそうでしょ。食堂にいた兄さんたち4人を一度に襲って殺し、合計6人分の遺体をようようバラ庭園の向こうの倉庫まで運んで、悪趣味な化粧と落書きを施して、これだけのことを単独犯で行えるはずもないでしょう。ことはエヴァおばさんは使用人の人たちがみんなグルだろうって言ってんすか。静かになさいな。憶測で言っちゃ悪いわよ。それにもし本当にそうだったらどうするつもり。彼らは私たちを生かして返さないでしょうね。しかも兄さんたち4人をやすやすと殺した相手なのよ。今この部屋に残っていてまともに戦えそうな人間はうちの家族の3人にせいぜいバトラ君で4人ってとこ。状況は昨晩と何も変わらない。犯人にとって残る私たちを皆殺しにするなんて簡単なことなのよ。あくまでも可能性の問題よ。でも私は使用人の人たちをまだ信用できないの。それに私は使用人だけを疑ってるわけじゃないの。さらに黒幕がいるかもしれないと思ってるわ。黒幕？どうしてですか。官僚、使用人は書いて字のごとし、誰かに使用されて手足となる存在。殺されたのは後宮家の親族ばかり。ならその結果で利害が発生する人間が関わるのは当然。
だからなぜか気に入らねえんすよね。気に入らないって何の話？あ、いやいや、こっちの話っす。